あなたたち、子供だけでこんなお店に入っちゃダメじゃない。言われてみれば確かにそうね。ごめんなさい。今度からは気をつけてね。それから今日はもうお家に帰ること、わかった？はい。肝心なことはわからなかったわね。二人とも妙にそっけないしな。何か聞き出すのは難しそうね。もんじゃも食べ終わったことだし、出ましょう。セーブする？元太くん、僕たちの目的は宝探しですよ。もしかして忘れてたんじゃないの？数十億円だろ、誰が忘れるもんかよ。見つければうな重食い放題だもんな。そのためにもこの地図の謎を解かないとね。とりあえずその3つの獣が示している場所にも行ってみようぜ。お祭りだ！みんな迷子になるなよ。ねえ見てよ、あの人たち。あの二人がどうかしたの？前に無人島で会った泥棒よ。見つかる前に逃げましょう。ほっとけばいいんじゃない？どうする、灰原。なんだか間抜けそうな二人ね。ほっといても大丈夫でしょ。そうだそうだ、あんな奴らへでもねえぜ。なんて言ってるうちにこっちに気づいたみたいですよ。よう、勢揃いでどこへ行くんだ？でも食べに行くのか。みんな行きましょう。どうせこの人たち悪いこと考えてるに決まってるわ。そうだそうだ、宝探しの邪魔になるだけだぜ。ちょっと元太くん。何、宝探し？やりやしたね親分。風水に従ってきたらバッチリってやつだい。親分、さっさとお宝見つけてずらかりやしょうよ。俺たち一応お尋ね者なんすから。バカ、警察が怖くて泥棒なんてやってられるかってんだよ。あら、あんなところに白鳥警部たちが。何？おい、逃げるぞ。へい。行っちゃった。でも警部さんたちどこにいるんですか？出任せよ、彼らを追っ払うためのね。またあの二人と会ったら面倒ね。他の場所に行きましょう。
特に変わったところはないですね。おい、ゲータ、あゆみちゃん、そっちは何か分かったか？いや、全然。いろんな人に聞いてみたけど、誰も心当たりないって。仕方ないわね。他の場所に行ってみましょう。したぜ。警察がいるだなんて嘘つきやがって。風水によれば邪魔者は玄武の方角。見ろ、大当たりだぜ。さすがは親分。おめえら覚悟しろよ。玄武の方角、なるほど、わかったわ。ん？お嬢ちゃん、何か気がついたのかい？なら、そいつも含めてお宝の話、じっくり聞かせてもらおうじゃねえかい。あら、あんなところに白鳥警部たちが。おっと、もうその手は食わねえぜ。お、親分！なんだよ、うるせえな。お前たち、もしや指名手配中の？観念しなさい。ついてねえな。風水でもここまでは読み切れねえ。諦めなさい。大体あなたたちには泥棒としてのセンスがないんだから。大きなお世話で。さあさあ、あなたたちも本当に帰りなさい。この辺りは物騒なんだからね。パトカーは行っちゃったけど、これからどうする？もちろん！お宝探し、続行！やっぱり？ねえ、灰原さん、さっき分かったって言ってたけど、本当なの？まあ、そういうことね。わかったんだよ。そうですよ、もったいぶらないで教えてください。いい？中国ではね、東西南北に神様の獣がいるっていうの。東に蒼龍、西に白虎、南に朱雀、北に玄武ってね。蒼龍は青い龍、白虎は白い虎、それから朱雀は赤い鳥、玄武は黒い亀のことよ。そうか、この虎、鳥、亀はそれぞれ方角を表していたんだ。あれ、となると龍がいませんね。そう、いるはずの竜がいない。つまり隠してあるってことは。そこにお宝があるってことだな。ご名答。
だから。この虎と鳥と亀を線で結ぶと、竜はこの位置ね。それから今の地図を重ねてみると、八竜神社、竜だ。じゃあここにお宝があるのか。さあ断言はできないけど、行ってみる価値はあるかもね。とすると意の印は神社に井戸があるってことじゃないですか。わかった、宝物はきっとその井戸の中よ。その可能性もなくはないわね。出せってすって、くぜ。逃がすかよ。逃げられちまったぜ。敵も焦り出したようね。見ろよこれ、俺の戦利品。あら、これはどうやら犯人を特定する手がかりになりそうね。大丈夫？灰原さん。ええ、大したことはないわ。だけどまだあんな奴が出てくるなんて油断はできませんね。そうだな、急ごうぜ。